はいどうも、アバンティーズの釣り目とエイジです。今日はね、こちらにカモン見てください。じゃじゃーん、毛玉取りクリーナーということでね、これね、はい、ドンキホーテで500円です。これ毛玉取りクリーナーってのはセーターの、あ、そうです、玉とかを取るみたいな、うん、今日はね、これを使って僕のすね毛を剃ろうと思います。剃れんの？だって直毛じゃん。今は毛だけど、僕の時ありまして、このすね毛をこうやってこうやってやると、見てくださいよ。スイッ、トゥ、ワン、はい。すごい、待って待って待って想像以上。見てください、毛玉になってる。毛玉になるんですよ。ということはだ、この毛玉取りクリーナーを使えば毛玉をね、剃れるんじゃないかと思います。あ、なるほどね。そういうことです。特技ですね毛を毛玉にして、そうですね、毛玉取りクリーナーで剃っちゃうっていう。そうですね、まあこれすね毛が濃い人しかできないんですけど、これが成功したらこの機械を作った会社と僕ね、契約したいと思います。契約モデルになりたいってああ、自分からね、広告モデルだ。新種目じゃねえか。広告モデルになりたい。で、それでは早速やっていきましょう。やっていきましょう。はい、お、あ、すごい、なんかヒゲ剃りみたいだね。そうそう、これハムになってんで、これがで、これを多分スイッチ押せばウィーンってなって、ってことは、まずすね毛を毛玉にする作業からじゃない。もういいかな。オッケー。おお、すごい、すごいでしょ。じゃあ、ということでやっていきましょうか。はい、いきます。やってあげようか。自分でやるのもあれでしょ。電池入ってる。あ、やべ、電池忘れた。はぁ、電池買ってきます、ちょっと。ということで、東芝さんのインプレッスの炭酸電池を買いました。これはですね、はい、ということで、はい、電池買ってきたんでね、入れたいと思います。これでもう、ビビッとビビッとよし、電池入れました。はい、じゃあ、ということで、スイッチオンしてください。おぉ、いい音。500円でこの音はしないぞ、なかなか。じゃあ、それではお願いします。それでは、じゃあスネゲを借りたいと思います。ぜひ、毛玉ですか。あ、失礼、毛玉を毛玉ですか、取りたいと思います。おお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 ね、もう企業に電話しようと思う。取れたら契約するって言ったもんね。そうね、モデルとして広告モデルになるぞ俺は。早速電話しようと思います。フリーダイヤルのご利用ありがとうございます。